はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズ、じゃあ続きをやっていきましょう。とりあえずセリカは一旦置いておいて、アルムの方ですね。これ何、リゲル軍とさ、ドゼ一緒にいるってこと？ドゼの砦に。これ一回おびき寄せた方がいいよね。ってことはちょっと一回セリカを下に動かそう。で、来たと。で、これね、敵から攻め込まれるとね、そう、敵のターンからね、始まるんですよ。ちょっと配置もね、何もね、決められないんですよね。やばくね？これいきなりやばくねえか。で、この左にいるの。あ、リュートだったらなんとかなるかな。余裕だな。ここにさ、一人だけ、なんかその戦士系のキャラがいるってなると、かなりきついけど。クリティカルよ。でよ、この魔法軍やばいな。クレーベ自体は魔法防御1か。アルムもどっちかっていうとな、攻撃系のキャラだからね。で、稲妻の剣は雷槌の剣か。魔法攻撃系なんだよね。こいつらどこまで、あ、ちょっと上のやつらを先に倒そう。上に撤退しながらちょっと上のやつらを倒しに行くか。こいつは結構魔法防御高いから攻撃を仕掛ける。ただ攻撃力めちゃ弱えな。で、弓よし、倒そう。これは倒したな。あとはちょっとパイソンも曲者179、こっちだな。曲者とかすると向かい攻撃にはならないのかな。で、また魔法防御の高いこいつでいこう。ちょっとトークはやってらんないかな今。よし、レベルアップ。おー、いいねいいね。俺のやることはありませんね。よしよしよし、これであとはちょっと話そう。あ、アルム、そのご機嫌ようでございますわ。なあクレア、なんか今の変じゃなかった？ごめんなさい、意識すると自然に言えなくて。意識？もしかして僕があんなこと言ったから？いえ、別にアルムのせいではありますけれど、ありませんというか、アルムの好きな私でいたいと思うと変に力が入ってしまいますの。僕の好きなクレアはいつも通りのクレアだよ。ちょっと高飛車で周りなんてお構いなしのさ。まあ、そんな風に思ってたんですの？社交界の花とも言われた私に失礼じゃありませんこと？そうそう、そんな感じ。もう大丈夫。クレーベが危険だから下げて、じゃあいつでも来い。ルカも、まあ、ほぼ2しかないからな。クリフとかどこなんだろうな。まあちょっとこれでいこう。よし、できればここで決着をつけたい。ファイヤーでも倒せるね、当たれば。当たれ、外れた。となるとこれはエフィでなんとかしよう。 100% だしね。いや、強くはない、残念ながら。で、なるべくいけるやつでいこう。ちょ、イカズチの剣じゃない方がいいのかな。なんか別のやつに装備させようかな。
でこいつもこっちに攻撃ができるでしょ。よしよしよし、で弓で援護できるのは援護していこう。かわされるか。こっからいけるね。2回当たれば倒せる。よし倒した。これでも食らう。まあ充実はしてるけどね、こっちの軍も。こいつもそうか、あれか、あんまり魔法防御が高くないんだな。エクスカリバー、エクスカリバーでね、やっぱりね倒したいんだよね。いけるか、無理か。こいつはまあそもそも魔法防御が高いと。リザイア当たれ。オッケー。あれ弱すぎる一発で倒せると思ったらそんなに甘くはなかった。で5とかだろう。多分死者は出ないと思うんだよね。大丈夫か。何これ、なんかすげえの使ってきたな。絶対大丈夫なやつから攻撃していこう。何やばくない、めちゃ強いんだけど。でこいつも銀貨の袋持ってて、スライムって何、スライムって。そしたら一発目に出てきて欲しかったな。よし銀貨。私のように完璧な勝利ですわ。さてさて、ちょっと雑魚戦で、時間を取られてしまいましたけど、このまま同勢軍の方に行くか。同勢の扉、包囲戦。お、なんかすげえ物資がいっぱいあるよ。フェルノ、どうしてここに。助けに来てくれたのか。いや違う、俺はもう解放軍の一員ではない。何、どういう意味だ。さあ、俺とクレーベでは求める理想の形が違っていたということだ。俺は今リゲル帝国のベルクト様の下で戦っている。なんだって。正気かフェルナ、解放軍を抜けただけではなくソフィアの敵となるつもりか。ソフィア、ああ、あの無知で野蛮な民の国か。俺の祖国である誇り高く豊かなソフィアは滅んだ。もう未練など塵ほどもない。フェルナ、なぜそのようなことを。お前とクレーベはあんなに分かり合っていたではないか。今からでも遅くはない。解放軍に戻るんだ。クレーベならきっとお前を責めずに迎え入れてくれる。俺にもお前がいてくれれば。え、なんでもない、くだらないことさ。同勢はもうじきお前を処刑するつもりだ。俺は明朝ベルクト様とリゲル帝国に立つ。さよならだマチルダ。フェルナ、ん、もうこっから行くのか。どうぜいるね。バロン、あ、こいつ大丈夫か。でもなんか城の中にいるよね。城じゃないかこれは。牢屋の中か。こいつなんか魔法で攻撃してきそうだけど、弓とかでチクチク攻撃されそうだな。ちょっと待ってよ、マップ配置これを。
こんなもんでいいか。ドジー様、反乱軍が砦の前に到着しました。くそ、やつらめ、とうとうこの砦にやってきよった。クレーベ、あの堅物が最後まで取引には応じずじまいか。こうなってはもう用もない。弓部隊、あの牢の女を処刑しろ。やはり弓で来るか。ちょっとそうすると進めるとは進んでいこう。ここはな、いつでもどうぞ。ただ一方通行だからロビンで援護できる。1、アイソンも弓だからできれば援護したい。こいつら、もう移動力が少なすぎる。こっちさ、こっちから行けんじゃん。一応まあちょっと援護をしつつ、余裕だな。しゃあ、いつでも来い。よし。2、こいつら変なところに呼び出してくれな。け、何あいつ全然気づかなかった。え、こっからでもさ、攻め込むのは危険じゃないか、さすがに一人で。ここにいればでもとりあえず4方向からの集中砲火を浴びることはない。まあ、弓がいるか。でもえ、ちょっと待って、一旦もう一旦耐えてくれ。で、ここの弓から胴体をちょっと後回しにして攻撃できるやつと攻撃していこう。チク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 と。硬いね、やっぱり。カブとか割れたんだけど。でこいつマジどうすっか。まあいいや、どこ今のところは。出よ出よ、ペガサスナイトって言ってもな、こいつ弱いからな。でこの隣にいれば多分ね、攻撃はねしてこないと思うんだよね。でクリフちょっと援護の位置にいよう。移動力がやっぱりちょっと少ないな。こいつあれだってできないもんね。ワープ、なるほど、ワープか。これを、お、ここまでいける。よし、ワープさせよう。めちゃくちゃヒットポイントが減ったぞ。ただユミ兵がこっちに来たか。しかしユミ対ユミ、スナイパーにかなうと思うなよ。マチルダは生かしておきたい。ただおとりにはなったな、こいつら。何、うわ、なんでこいつらこんなに回避率高いの。うわ、攻めてきた。まさかお前たちがこれほどできるとはな。だがこのドゼはそう簡単には倒せぬぞ。これ大丈夫。うわ、硬すぎる。大丈夫だ、追撃を食らうことはないな。アルフがさ、微妙にやばいんだけど。ここ集中砲火食らうとこじゃん。大丈夫かなと思ったけどダメだった。雷神、まあ、倒せるやつはどんどん倒していこう。ただ攻撃でサンダー、どうよ。でこいつ一回撤退させないと本当にまずい。物交換とかじゃない。でよでよ、クレーベをこっちの方にもう前に出しちゃおう。でこの弓兵は倒せる。倒せない。あ、倒したか。危ない危ない。で前に出れるやつは前に出よう。もう戦技合剣んだったらちょっと普通に攻撃しよう。あれ、2回攻撃の方がいいんで、ね、やっぱり。よし、ナイスだ。私が見込んだだけのことはある。でちょっと弓兵土勢に攻撃されるとマジでやばいから、アルム大丈夫か。ここに置いておいて、できればルカをな前線に出したいんだけどな。
まあ、ちょっとまずこの弓で奥のやつを攻撃するか。いや倒せるやつから倒そう。やっぱり勝った。で反撃は食らわないと。こういう時にな、でも魔法剣は役立つんだね、なんだかんだで。出よ出よ出よ、ちょっとルカをここに動かして、でちょっとこいつはここでワープをさせよう。でここに置く。シルク自体がやばいけど、あとちょっとこいつ、こいつはちょっと一旦ここに置いて、でこう、これで倒そう魔女は。これでいいよな。どうする、ちょっとエフィも下の方に置いとこう。弓は弓狙い 30% か。でもうわ57かよ、マジでやばいな。こいつの攻撃力どうぜよ。ちょっと次できれば始末したい。こいつも7食らうの。ここってなんでこんなにさ当たらないの、そういう地形なの。ちょこいつは大丈夫だろ。そうするとよ、そうするとやはりまずはイカズチの剣、遠雷威力プラス2。ただ普通の攻撃だとここまで減らせられるか。城の床は20あるんだね、回避率が。どうせ始末しないと本当に死者が出る。これ15。あとはこいつどこまでいける、どこにも行けないじゃん。弓、強弓、強弓、どっちだ。いや全然減らんわ、硬すぎるわ。ディフェンス18、マジか。じゃあ倒せるやつ倒したいよね。弓兵を狙っておくか。できるんだよ、レベルアップ。全然上がらんだわ。さてここからもういいや、ちょっとこいつここに行ってディフェンス8。いや、まあ、やっぱりこいつを倒すことが最優先だな。エクスカリバー倒せるね、2回当たれば倒せる、しかも 100%。ちょっと危険だけど、その後が行こう。これはまずドゼを最優先だな。消され、わしが、このわしが、マイセンベルドルフのこせがれにソフィアを売るつもりか、あの裏切り者め。レベルは上がらなかった。よしよしよし。でそうするとちょっとクリフの位置がやばいから、ここにまず置く。大丈夫だね、さすがに硬い。アーマー対アーマー、アーマー対アーマーだとわりかし2回攻撃ができるな。グレイもちょっとヒットポイントが減ってきてる。もうどういう状況なんだ。であとこのリゲル帝国軍魔女、こいつはエクスカリバーで行こう。ちょっと待って、ファイヤーは21、全然ダメだ。エクスカリバーで行こう。ちょっと弓でどんくらい減る、倒せるか倒せないかって言われたら結構微妙だね。いいや、エクスカリバーで行こう。クリティカルが出てくれればよし、ナイスだ。必殺オーラ9。マジか、マジかいな。もともと3しか当たんないんだ。たださらに弓でこれは命中率を上げていこう。局者67か。それでも
遠くから行こう、遠くから1、なんでよくわからん。よし当たった。でこいつ結構あれは高いから 48% しか当たんない。当たれ、よしよしよし、レベルアップ。女神様に守られてるって気がする。攻撃力が上がってくれれば。さてこいつはもう食らわない位置にはいるけど、一応リカバで回復させておいて。感謝しますわ。いやー危なかったわ。ちょっといけるかな、こことかだったら大丈夫じゃないかって。アーマーとか来たら嫌だなこっちに置いとこう。でグレイをどうすっかな、持ち物道具袋が使えるのか。そうかそうかそうか、主人公の隣に使えるってあったな。回復しよう。よしこれでだいぶ持ち直すぞ。いいね、これを買わせたのはかなりでかい。こいつらの攻撃なんて雑魚だからね、このゾンビ兵なんて。甘く見ないでもらおう。ソフィアのために、ソフィアの誇りにかけて。で、あの魔導士みたいなこいつ鬱陶しいわ、鬱陶しいな。で、どうしてもな、このアーマーをなんとかしないといけないから、これは魔法系で攻めよう。いった、ミスった。厄介だな、本当に厄介、このエクスカリバー。行こう。これどう？強いわ、マジ強いわ。クリフ、マジ強い。1個しか上がんない。気のせいかな。まあ、最悪防御力も上がってくれれば。にしているぞ。でこいつはもうちょっとここに行こう。かわされたのかい。どう？ご覧になりました？でこのアーマーを一旦ルカで攻撃するか、体当たりとか。マジアーマーも硬いな。でここで32、全然当たんねえわ。グレイでいくか。まあいいか。なんか戦技合剣倒せるわけではない。倒せないってなるとな、使う意味はあんまりないんで。14か、減ってんのは減ってるよな、やっぱり。今日は感覚が冴えてるな。2つか。あとはちょっと回復をしつつ、オレンジはでも食う必要はないよね。弓は間に合わないかな、弓は。裏をかけたと思いましたか。アーマーが2回攻撃できるとめっちゃ強い。マチルダも絶対大丈夫だな。次のターンとか魔物を呼び出すターンだっけ。まあ、危険なヒットポイントだけどさすがに大丈夫でしょう。ありがとうな。シルクとかさ完全に自分の命を削ってるよね。でこっから攻撃できる、あいつに。できるね、いいね。狙っていこう。遠距離攻撃、これ倒したんじゃないの。よーし、結構経験値も入ったな。あ、消えた危ない危ない。次はもっと美しく勝ちたいものですわね。いや、ほんと土星は強かった、マジで。やったな、アルム。今度こそ本当に土星を倒したぜ。うん。あれ、
どうしたんだよ、嬉しくなさそうだな。そんなことはないけど、土勢が最後におかしなことを言っていたんだ。マイセンじいさんやルドルフ皇帝がなんとかって。え、どういう意味だ。なんで皇帝が出てくんだよ。わからない。でも僕もなんだか変な気分がするんだ。こうして勝ち進むたびに自分がソフィアから離れていくような。そんなの当たり前だろ。実際ラムの村からはどんどん離れていってんだから。俺だって家族は元気かなとか、村のみんなはどうしてるかなとか、ちょっとは恋しくなったりするぜ。そうかな。そういうことならいいんだけど、イベントが始まる。土勢がやられたか。タタラ、こいつタタラか。解放軍がこの水門に迫るのも時間の問題。せいぜいお前には働いてもらうぞ、デューテ。お、若い。あの裏切り者、なかなか役に立つではないか。土勢の砦は多分何もないから、砦内部に行こう。これまで蓄え込んだ莫大な資材がつぎ込まれたという、行こう。ちょっとこっちに入ろう。出てくんのかい。会話、デュート。俺とデューテは高名な魔導士の血を引いていてな、生まれながらに魔導の素質には恵まれていたのだ。だがデューテはそのありがたみが分からぬようで、俺より才能がありながらろくに修行もせず遊んでばかりだった。きちんと学んでおけば操られずに済んだかもしれぬのに。いや、よそう。今さら言っても意味のないことだ。例によって怒ってるもの、これ何？鋼の槍、武器とか壺とか多分意味ないと思うんだよね。蜂蜜、特に他はないかな。そうすると、じゃあ、奥へ行こう。作戦室、牢獄。牢獄へ行くと多分あいつがいるんだな。こっち何？大商人アレッチしよう。当てが外れたよ。話を聞きますか。はい。土勢様からサンゴの指輪が欲しい。苦労してサンゴのかけら。ああ、こいつあいつか。指輪を仕立てた。ソフィア解放軍に移られた。赤字だ。これが欲しくないかね。最高級のサンゴのかけらで作られたサンゴの指輪だ。最高級か。拾ってきたやつだぞこれ全部。あまり金を持ってそうにない。銀貨30枚、まああればちょっと買おうか。商談成立。サンゴの指輪、名声が大きく高まった。マジで。この宝箱調べよう。豪華な宝箱。おい、これな、アルム。何なんだ。エロビン、この宝箱だよ。ソフィア城の宝物庫から取ってきたやつじゃないか。ああ、どうやらそうみたいだね。開けてみよう。うわ、すげえ、かっこいい剣だな。そうか。どれどれ。あれ、重く、なんだこれ、全然動かねえぞ。あ、これは王家の剣ですね。王家の剣。昔リゲル帝国からソフィア王国へ友好の証として贈られたものです。どちらかの国家の王族にしか扱えない特別な剣だそうですよ。へえ、不思議な剣だな。ロビン、僕にも持たせてくれよ。無理だって。ほら、え、あれ、軽いじゃないか。なんだロビン、みんなをからかったのか。そんな、俺が持った時は
確かに動かないこと重かったぜ。え、でもハルム君が王家の剣を、これは一体どういうことでしょう。ハルム君、君はきっと嘘だったんだよ、そんな言い伝え。いろんな人が扱えるのに、いつの間にか王族だけって話になったんだよ。そうじゃないと僕が使えるわけないだろ。そうですね、長い時間をかけて話が歪んでしまったのかもしれません。でもその剣は君が持っていた方がいいでしょう。え、どうして。少なくともこの場でその剣を使えるのは君だけです。他の人が持っていてもそれこそ宝の持ち腐れですよ。君が活用してください。あ、うん、じゃあ。王家の剣を手に入れた。これ強いの？ちょっと後で見てみよう。ラムの火通しパクって、チーズパクって、異国のスパイス。おお、なんかすごそうなものを手に入れた。お、金。すげえ金入ってんだけど。あいつさ、これパクってけばよかったじゃん。大商人アレッツを。こんなところに金がみたいな。いちいち30枚とか言わずにさ。この金を代わりにもらっていこうじゃあなみたいな。でサンゴの指輪も自分のものじゃん。じゃあ牢獄へ行きましょう。まずは調べる。扉開けますか。いいえ、ゴミ。ゴミしかないんか。なんかめぼしいものは、まあブドウ酒パクって、まあいいか。じゃあ牢獄を開けますか。マチルダ、クレーヴェン、あ、会いたかった、私のクレーヴェン。許してくれマチルダ、こんなに長く君に辛い思いをさせてしまうなんて本当にすまない。いかなる阻止にも甘んじて受けよう。何を言うクレーヴェン、お前の判断は一軍の将として当然のものだ。おめおめと奴らに捕まった私にも非はある。もうそれ以上自分を責めないでくれクレーヴェン。マチルダ、詫びの言葉などもう聞きたくはない。それより分かっているだろう。ああ、わあ、すっげえな。顔赤いぞアルム。え、そんなことないぞ。君がアルムだね。あ、そうだよ。アルムってさ、なんか絶対敬語使わないよね。君がここまで皆を率いてくれたから私は助かったんだ。心から感謝しているよアルム。改めてリーダーとしての君に問いたいのだが、ここから私も共に戦うことを許してもらえるだろうか。別にいいっしょ。これ仲間にしますかってあるけど、先日フェルナに会ったんだ。ローを訪ねてきて。仲間にしない縛りみたいなのもできるっちゃできるのかな。そうか、では全て知っているんだな。あ、私たち3人で解放軍を立ち上げたのがなんだか遠い昔のようだな。この先あいつを撃つことになるのだろうか。私はいつも最良の選択をしてきたつもりだ。たとえそれが自分の心に背くものであっても。だが現実はいつも私の選択を嘲笑う。クレーヴェン、何を。私は間違っていたのだろうか。え、それはどういう意味だい。おい、なんだよそれ。アルムをリーダーにしたのが間違いだったとでも言いたいのか。今さらそりゃねえだろ。そうだ。そりゃ長い付き合いの友達がいなくなったのは辛いだろうけどさ。でもアルム頑張ってるだろ。何がいけないんだよ。みんな落ち着いてくれ。でもアルム、きっと僕たちにはわからないこともあるんだ。そうだろクレーヴェン。アルム、このところずっと様子がおかしかった。何か悩んでいるのは知っていたけど怖かったんだ。その原因が僕だったらって思うと
でもクレーベ、これだけは分かってほしいんだ。僕は解放軍に参加できたこと、リーダーを任せてもらえたこと、全てに感謝してる。ある人に言われたんだ。身分もない僕がどうして戦わないといけないのかって。でも僕はずっと誰かのために何かしたかった。村を出て僕にもできることを探したかった。いや、そうしなきゃいけないってずっと思ってたんだ。だからその道を示してくれた、導いてくれたみんなのために、僕にできることがあるのなら何でもするつもりだよ。クレーベにも、ルカにも、マチルダにも、フェルナンにも。フェルナン、あいつは君をあれだけ侮辱したではないか。うん、確かに理解できないところもあるよ。でもクレーベと一緒に解放軍を立ち上げてここまで大きくしたのはフェルナンなんだろ。僕はできればフェルナンにも恩返しがしたいんだ。フェルナンがもし戻ってきてくれるなら、僕は喜んで迎えるつもりだよ。そうか、あいつに代わって礼を言おう。ありがとう、アルム。うん、で、牢の中とかには多分何もないよね。じゃあ移動していいかな。外に出よう。人はいっぱいいるねこっちの軍。そっか、リュートとか何にも装備してないんだ。サンゴの指輪がどういう効果があるかだな。魔法防御が4。あ、これはいいね。どっちかっていうと前線に行くやつに装備させたいな。ルカ、ルカかクレーベだな。これ魔法防御力が上がればもう完全に前に出せるからね。ただ鉄の盾、13プラス4で17あるってことだよね今。うーん、ちょっと悩むな。あとイカ土の剣か。これは王家の剣にしよう。強っ何これ6とか。じゃあ一応装備するか。でイカ土の剣確かにね使いたいんだよね。アーマーは槍しか装備できない。そうすると剣士系か。グレーに装備させてみる。イカズチの剣射程2あると多分だいぶ楽だよな。でこれも槍系と。マチルダはパラディンか。なんかあったっけ槍いっぱいあるな。どうするかな。鋼の槍でいっか。重いんだよねやっぱり。鉄の槍命中率が高いのね。なるほどなるほど。まあいいや、とりあえず鋼の槍にして。リュートのな、装備するものがないんだよね。サンゴの指は錆びた盾。ここら辺ちょっと一回戻ってなんか作りたいね。ローソンとか多分動かないよね。で森の祠多分ここ、あるね。女神を祀る祭壇が作られていると。こういうの書いてあるのか。ここは何も書いてない。でもこっち行かないといけないからね。じゃあとりあえずアルム軍はこんな感じで終わりにして、次回は、こっちのセリカをやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。